中国東方航空5210便墜落事故とは中華人民共和国で発生した航空事故である。中国東方航空5210便は CRJ-200 で運航されていた。内モンゴル自治区のパオ島から上海公共国際空港に向かう国内便であった。2004年11月21日午前8時20分に 予定よりも15分早くパオ島空港から離陸したが、離陸してから1分後の午前8時21分頃に、空港から 2km 離れたパオ島市内の南海公園にある凍結した浅い湖に墜落した。墜落直前のコックピットボイスレコーダーには、機長のどういうことだという言葉が残されていた。この事故で5210便に搭乗していた。 乗員6名乗客47名全員と公園にいた2名の55名が死亡した。事故により湖畔の家屋が損傷を受けた他公園の設備も損傷し、湖畔に停泊中のヨットが焼損した。なお事故機は中国東方航空運搬講師が保有していたもので、中国東方航空にリースしていた。また、中国東方航空は事故機と同型機6機を事故当日から、 事故原因が解明されるまで運航を停止すると発表した。またパオ島から上海への便は CRJ-200 が運航停止になったため欠航が続いていたが2005年に1月1日から中国東方向空産性講師がボーイング737を投入して再開された。目撃者によると事故機は低高度で飛行しながら不安定に揺れ始め ビブから地面に接触し黒煙を吐いて大音響と共に爆発炎上したという事故により湖面も含む現場一帯は火の海になっており周辺の建物も爆発の衝撃波で窓ガラスが割れるなどの被害を受けたそのため事故機は何らかの原因で離陸上昇ができずそのまま地上に接触したと疑われたこれは 事故当日の天候は快晴であったが、気温が0度以下であったため、燃料が凍結したためと見られていた。また当局は、人為的な破壊を示す証拠はないとして、テロの可能性を否定した。2005年5月26日に、事故調査をしていた民工総局のよう元元局長は、事故原因として不適切な機体の管理によって墜落したと発表した。事故機は強い寒さの中で、 パオト空港に一晩中置かれていた。しかし事故機は運航開始前に防氷装置を作動させていなかった。そのため翼は朝霜が凍ってこびりついていたため着氷していた。着雪着氷により著しく翼の空気力学的な性能を低下させたために機体制御を失い離陸上昇ができず墜落に至ったとの結論であった。航空グロバココ派。 ズクエコサンク、新開示。h t t p n e w s s o h u c o m 2 0 0 4 1 1 2 8 n 2 2 3 2 1 5 5 0 2 s h t m l 2 0 1 4年3月26日閲覧。デストール・オブ・バオトー・プレーン、クラッシュリーチズ55。 china daily,http www.chinadaily.com.cn, イングリッシュドック 2004-11, 21コンテント393421 htm2010 年10月18日閲覧。ありがとうございます。